はい、おはようございます。はい、水仙の丘にやってきました。それから全く景色が違いますね。これはびっくりしましたね。この辺も全部ね、水仙でずっと。これはちょっと想像してませんでしたね。なんだろうな、これなんか草がわからんだけどね。わかるのは、木はこれ、水仙の国してちょっとおかしいな。撮影したんですよね。いつぐらいやったかな、最初2月ぐらいで、あと3月の時に登ったな。大阪市内は見えるか、これちょっと見にくいな。こんなよ、あ、ここ来た来た来た、来ました来ました、ここね。ほんで、宝剣道、あ、高いね、これ何メートルぐらいあんのやろ。そうです。ん、誰、楠木正成さん、これ、いけんの。この前ね、これロープ張ってやったんやけどね。いやー、もう雲がすごいな。雲の、さあ、なんか怖いね、これ。はい、あら、57年中でいつや、何年前やったらね。その時は考えられないまで、あんな杉の木大きくなるけどね。あの花がね、水仙の花がずっとおんねんとね、全くありませんからね、そのね、こんなんですわ。これでまた来年1月か2月来て